はい、こんにちは、マーチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね。はい、レゴクリエイターエキスパートのミニクーパーです。こちらのミニクーパーなんですけれども、実はですね、昨年の末から今年の頭まで行ってたフロリダのディズニーワールドのレゴショップにこれ置いてあったんでね、で日本に帰ったら買えばいいやと思ってた、ところが日本には売ってなくてですね、しかもアマゾンで見るとですね、すごく価格が高騰してたのでちょっと諦めてたんですけど、東京駅のですねレゴショップに行ったらですね、たまたま入荷してて買いました。よかった、よかった、本当よかった。これね、本当にね、ディズニーワールドで見た時はこれはもう絶対欲しいと思ったレゴだったからさ、もう相当すごいと思うよこれ、ではですね、早速開けていきたいと思います。うん、社長、お、すごいタイヤが入ってる。バッグナンバー3来た。バッグナンバー2 another バッグナンバー3バッグナンバー1あとはステッカーと説明書、だね、これだけありましたね。ちょっとなるべく早く作りたいけど多分結構時間かかっちゃうと思いますでは作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがレゴのミニクーパーですね。すっごいよねこれ、もうレゴ史上最高の出来と言っていいんじゃないかなと思いますね、めっちゃすごいよね。すごいよ。そう、前のね、このエンジンルームを見えるようになってますね、ちゃんとエンジンが見える。そう、ちゃんと開くしね。あと後ろ、後ろがそう、これも開くて、ピクニック用のシートね、シートでしょ。で、これがサンドイッチに使えるパンでしょ、チーズでしょ、グラスが入ってるね、グラス。それとここにワインのボトルもありますね、ワインじゃないから水かもしれない、あとこの中、水なんじゃない、とね、この中開けることができて中にスペアのタイヤが入ってますね。大変素晴らしい出来ですねこれね、はい、こんな感じ。ドアももちろん開けることができますね、天井がですね開くようになってます、このような感じですね、すごいおしゃれな内装だよね、で、ですね、シートがリクライニングできますね、こんな感じ、だから人が乗るときこうやってね、ここから後ろに後部座席に乗ることができますね。それで前の人も乗ることができる。そうそうそう、ブレーキのレバーもあってこれもちゃんと動きますね、いい、シフトのレバーも動きます、ハンドルもちょっとだけ動くね、ブレーキのレバーあったんだ。そうだよ、それブレーキだよ。このような感じで裏側見てみますとこうなっております、ちゃんとタイヤも回るよね、このタイヤはゴム製ですね、あとはさ、もう全部ほんとツルツルのパーツで囲まれてるから、そうなんだよね、レゴっぽくないよね。そうなんだよ、レゴエキスパートっていうのは結構ね、こういうなんだろう、レゴ部分、ボコボコしたレゴ部分を隠してなんかリアルに見せるのがいいんだよね。ちゃんとミニクーパーのロゴもありますね、この部分はステッカーでしたね、はい、ライトは、4つついてるのかな。素晴らしい出来ですね、ちなみに転がして遊ぶことはできますね、スムーズに動くよね、アンテナを上げることはできる。アンテナね、ペー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 。最初ね、エイシン君も手伝って作ってくれてたけど結構制作時間にかかっちゃって、もうエイシン君途中で寝ましたね、はい、パパが引き続きやったので、結局ですね、動画これ制作できたっていう動画が、2日目になっちゃいましたかね、結構時間かかったなんでね、夜遅くに出来上がったから、ほんと素晴らしいね、レゴエキスパート結構ね値段はするんですけど、これおすすめのシリーズだね、もう大人向けだけどね完全に、ちなみにこちらのミニクーパーは対象年齢が16歳以上だって、全然えんちゃん対象年齢にかぶりもしないけどね、
い、ということで今回はレゴエキスパートのミニクーパーでした。